ンポン。いや、冬休みも終わってもうたら、いよいよ新年の始まりって感じや、こたつでぬくぬくして、おせち食べて、初詣行って、今年の正月は満喫したな。あかりちゃん、なんや、初詣行きましょう。数秒前初詣行ったことを思い出として語ってたやつに初詣を提案すんじゃね。てか新年明けてまあまあ経ってるのに初詣って言うんか？だがん、なに？初詣の期間については諸説あります。一般的には三が日、もしくは松の内、つまり、関東では7日、関西では15日が定着してるんです。急に出てくる豆な知識。いやー、先生が出ましたね。ねんな、1個目。てかゆかりちゃんは初詣行かなかったんか？実は家族で旅行に行ってて行けなかったんです。おお、旅行行ってたんか。ええやん、どこ行ったんや？ニュージーランドです。わお、すごいな。ホエールマッチングが私を呼んでたんでね。何その新手のマッチングアプリ、ホエールウォッチングやろ。イルカとも一緒に泳いだんですよ。おお、空すごいな。その時の写真がこちら。ドン。いや、それサメ、あかんあかん。何と記念撮影してくれてんだボケ。てか、ジョーズってルビ振ってあるのは何なんや。え、私が記念に書いたんですけど。なんでジョーズを知っててこれをサメと判断しねえんだよ。いやー、でも、いい思い出になりました。ここで撮った家族の写真は一生ものですね。ええやん、写真見てもええか？もちろん。うわうっさ。はい、どん、近すぎ。あれ、こっちかな。近すぎ。はい、ここは私のどこを写しているでしょうか。いらんもん、始めんな、早進めろ。こっちだ。濡れすぎ。濡れ盛り。どこで漏れてると感じたの？ピンポン。入室時のノックは3回。目上の人に了解しました。失礼。ドッキリの注ぎ口を使うのは失礼。どうした？マナーに目覚めたんか？ほっといすまね。マナーね。ちなみにさっき言ってたマナーは正直正しいものなのかよくわからんらしいで。そうなの？まあ、マナーってのは相手を不快にさせないためのものやから、目的を果たすための行動を、相手が不快に思わなければ問題ないってことや、形にこだわるばかりがマナーやないとうちは思っとる。入室時のノックの回数は、まあ、3回じゃなくても気にしない人は多いやろな。そうなんですね。私、ノックしちゃいました。18回。多いわ。でもなんで 18？ 私、18歳。なんで節分の豆食う感じでノックの回数決めたの？まあ、ノックは入りますの合図や、相手がその意図を理解して不快に思わなければ問題ないやろ。じゃあ、これから入りますというのが相手に伝わって、不快に思わない方法ならノックじゃなくてもいいんですかね。まあ、ええんちゃん。よっしゃ、透明か。さらっと新技出すんじゃねえよ。私は、ここに、いるよ。怖えよ。不快というか怖いだけだよ。ほら、面接官のおっちゃん、めっちゃ震えてるやん。トイレ行きたい。行ってこい、バカ野郎。なんや、先生もトイレか。違います。でもこれからちょっと画面外に行ってきます。あ、探さないでください。なんやねん、あいつ。お手洗い行ってきます。恥ずかしかったんやな、すまん。ピンポン。いやー、今年もあちこちで立派な成人式があったみたいですね。せやな、めでたいこっちゃ。私たちも将来成人式するんですよね。そりゃあそやろ。私、成人式でやりたいことあるんですよね。へ、じゃあ今日はやりたいことを心の中に留めておいてな。やろうよー。正岡式。どういうこと？書き食えば、腹が減るなり空腹時。その顔やめろ。じゃあ、一緒に成人式行く感じで、当日の予行練習しましょう。めんどいな。はい、もしもし。ああ、あかりちゃん、今どこにいる？おう、ゆかりちゃん久しぶりやな。とりあえず着付けしに行けるよ。準備はできたで。ゆかりちゃんはどこおるんや？私は、今あなたの後ろにいるよ。怖えよ。何お前後ろにおんねん。幽霊だけにおんねん。でか？しばくぞ。まあええわ。じゃあお店行こか。何で移動しましょう？あ、確かに。じゃあ昔みたいにこれで行きます。移動手段昔すぎない？嘘嘘、冗談ですよ。まあせやろな。お茶目さんやな、ゆかりちゃんは。実は先日、免許取ったので。お、やるやん。これで行きましょう。船舶免許？おい、どうすんねん。さあ今日も海の女は忙しいねっと。おい、どこ行くねん。てかこのままじゃ成人式間に合わないやないか。早行くで。え、でも私振袖予約してないし。は？なんでや。実は予約し忘れてしまって。おいおい、これぞ、ない袖は触れないってね。その顔やめろ。面白かったらチャンネル登録してな。